サンフランシスコジャイアンツはメジャーリーグベースボールナショナルリーグ西地区所属のプロ野球チーム。本拠地はカリフォルニア州サンフランシスコにあるオラクルパーク。MLB 屈指の競合球団であり20世紀初頭のジョン・マグロー監督時代を含めウィリー・メイズラが活躍した1950年代までにワールドシリーズを5度制覇している。サンフランシスコへ転の2010年には チームがニューヨーク時代以来初のワールドシリーズ優勝を果たすと2012年、2014年にもワールドシリーズ優勝を達成。リーグ優勝通算23回、ワールドシリーズ進出20回は共にロサンゼルスドジャースと並んでナショナルリーグ最多である。1993年から2007年まではバリー・ボンズが在籍し、通算シーズン双方の本塁打記録を更新している。 同地区の強豪であるドジャースとは宿敵と言える関係で全本拠地のニューヨーク時代から現在に至るまで激しい優勝争いを繰り広げている。両チームが西海岸に移転した1958年からドジャースは1988年までにワールドシリーズを5度制覇しながらその後は長きにわたり2017年までリーグ優勝すらない状態が続いていたのに対しジャイアンツは 球団移転以前の1954年を最後にワールドシリーズ制覇から遠ざかっていたが、2010年代に入るとワールドシリーズ制覇を3度達成している。ジャイアンツ対ドジャースの戦いは、ヤンキース対レッドソックス、またはカージナルス対カブスと同様にメジャー屈指の人気を誇る対戦カードの一つである。両チームの対戦日には、球場にファンが押し寄せて、 入場券は完売することも多い。本拠地で行うドジャース戦では、ジャイアンツファンによるビート LA の大合唱が起こる。NPB の読売ジャイアンツの名とユニフォームは、このチームが元である。1935年に前身である第2本、東京野球クラブがアメリカに遠征した際、対戦チームの監督だったフランク・オドールから、ニックネームがあった方が良いと提案され、 競合チームだったジャイアンツの愛称を取り、東京ジャイアンツと名乗ったのが由来である。本拠地球上であるオラクルパークは2000年の会場以来4度も名前を変えているが、これはネーミングライツを持つオラクル社が買収、合併のたびに企業名を変更しているためである。2005年にはメジャーリーグ球団として最初の1万勝に到達している。 1888年のニューヨークジャイアンツ球団は1882年にニューヨークの資産家ジョンビーデーとジム・マトリーによって創設された。二人は当時プロの野球リーグに加わらない独立系のチームだったニューヨークメトロポリタンズを所有しており、マンハッタンを本拠地とする球団経営に成功を収めていた。同年、メトロポリタンズはナショナルリーグとアメリカンアソシエーションの 両リーグから加盟の誘いを受けるのだが、この時デーラは密かに両方のリーグに対し、加盟の受け入れを二重に打診していた。その後二人は、ナショナルリーグで1882年に解散したトロイとロージャンズのフランチャイズ権を買い取り、新たなチーム、ゴッサムズを設立、メトロポリタンズをアメリカンアソシエーションへ、ゴッサムズをナショナルリーグへ加盟させた。メトロポリタンズと、 ゴッサムズは同じポログラウンズを本拠地とし、当時ポログラウンズにはダイヤモンドが2面設置されて、グラウンドを2つに仕切って試合を行っていた。その後デートマトリーは収益の大きいゴッサムズの経営に注力するようになり、1885年にメトロポリンタンズから選手をゴッサムズに移籍させた。この頃チームの名称をジャイアンツに改称した。チーム名の由来は、 当時ゴスサムズの監督を務めていたマトリーが、フィラデルフィア・フィリーズとの試合での勝利に興奮し、ロッカーで、お前らが大きく見えると叫んだという説と、かつて二人の長身選手がいたからという説がある。ジャイアンツは二人合わせて、シーズン76勝を挙げたこともあるティム・キーフ、ミッキーはエルチの二枚看板で、1888年と1889年に、 ナナショナルリーグに連覇を果たしたし1904年のニューヨークジャイアンツ。オーナーが交代した1890年代は成績を落としたが、20世紀に入った1902年にリトルナポレオンことジョン・マグローを選手権人監督に招き、競合チームの仲間入りを果たす。1904年には初のナショナルリーグ優勝を果たすが、マグローはボストン・ピルグリムスとの対戦を拒否し、 ワールドシリーズは中止となった。当然ながら、これには非難が集中し、オーナーのジョン・ブラッシュはシリーズ規約を自ら提案することを余儀なくされた。翌1905年にもリーグ優勝し、ワールドシリーズでは全身黒色のシリーズ用ユニフォームを身にまとい、クリスティー・マシューソンの三冠風の活躍で、コニー・マック率いるフィラデルフィア・アスレチックスを4勝1敗で下し、 初のシリーズ制覇を果たした。1908年には優勝争いをしていたシカゴカブスとの一戦でフレッドマークルが二塁ベースを踏まずにベンチへ引き上げてしまい、カブス側のアピールによりサヨナラ勝利が取り消され、これがもとでリーグ優勝を逃すという事件も起こっている。マシューソン等が活躍した1九1年代前半と1 9二十年代前半に黄金期を迎え、 1911年からは3年連続リーグ優勝したが、ワールドシリーズではいずれも敗れた。1921年からも4年連続リーグ優勝し、うち最初の2年は、当時の本拠地、ポログラウンズを曲がりしていた、ニューヨークヤンキースを破り世界一に輝いたが、レッドソックスから移籍してきたばかりの世紀の強打者、ベーブルースを徹底的に支急攻めにしたのが最たる勝因だった。 しかし、観客動員数は、驚異的なペースで、本塁打を量産していた、ルース所属のヤンキースに大きく、水をあけられ、これに豪をに癒した、マグローはヤンキースにポログラウンズからの立ちのきを命じ、翌1923年には、ルースの盾たち、ヤンキースタジアムでも、ヤンキースと対戦したが、前2年のようなルース対策は効かず、軍配はルースが3本塁打を打ったヤンキースに上がり、 三連覇はならなかった。そして、1927年シーズンには、マグローは、フランキー・フリッシュと衝突し、セントルイス・カージナルスの主軸打者、ロジャース・ホーンスビーとのトレードで放出したが、フリッシュがカージナルスの4度のリーグ優勝に貢献したのに対し、ホーンスビーはチームメイト、特に遊撃手、ドク・ファレルに対して、ショートがいなければ、 ジャイアンツは優勝できるのにと公言するなど圧力が絶えず結局1年限りでボストンブレーブスに移籍すると明らかに失敗したトレードだったこれによりジャイアンツの黄金期は終わることとなり世界大強行がようやく収まろうとした1932年にマグローは優待したしかし翌1933年の第1回オールスターでもナショナルリーグ監督を務め 間もない1934年2月にこの世を去ることとなる。その1933年にはマグローに代わってビル・テリーが選手権任監督を務め9年ぶりにリーグ優勝を果たしワールドシリーズではワシントン・セネタースを破って世界一となった。その後メルオット・カール・ハッペル等が頭角を表してきた1936年からも2年連続して リーグ優勝を果たす。しかし、ルー・ゲイリュック、ジョー・ディ・マジオ等、新殺人打線を看板したヤンキースとのワールドシリーズでは、いずれもその群門に下った。そして、これが第二次世界大戦前最後の優勝となった。1954年のワールドシリーズ第2007回に、ライトに本塁打を打ち、一塁を回るダスティローズ。ライトのポールまでは、 わずか79メートルであった。1940年代に入ると、チームの勢いにも次第に、陰りが見え始め、1942年にはテリーに、代わって、夫が、選手兼任監督に就任する。しかし人望はあったものの、温厚でお人よしだった夫ではチームをまとめきることが、できず、成績が上がることはなかった。1948年のシーズン途中で、夫は、 監督を辞任、代わって、レオ・ドローチャーがチームを率いる。ドローチャーは、シーズン途中までライバルである、ブルックリンド・ドジャースで監督を務めていたが、それをジャイアンツが引き抜く形となった。ドローチャーは、夫とは、対照的に、非常に強気な人物として知られ、後に、自伝で、お人よしで野球が勝てるか、と、案に夫のような災配を批判している。戦後初のリーグ優勝は、 ウィリー・メイズがデビューした1951年だった。この年は、ドジャースと最後まで、リーグ優勝を争い、3回先制のプレーオフ第3戦で、ボビー・トムソンが逆転サヨナラ本塁打を放って、優勝を決めるという劇的なもので、この本塁打は、その一打が世界を変えたとまで言われ、球団史に残る一打となった。しかしワールドシリーズではまたもヤンキースに敗れ、 同年限りでの引退を発表していたディマジオに優秀の美を飾らせる格好となった。3年後の1954年、公式戦103勝したヤンキースをさらに発勝、上回ったクリーブランド・インディアンズとのワールドシリーズを戦う。第一戦で、メイズが史上な高いビギー、ザ・キャッチで勝ち越しの危機を救うと、直後ダスティローズが代打サヨナラ本塁打を打ち、 戦勝した勢いに乗って4連勝でインディアンズを下し5度目の世界一に輝いた。ウィリー・メイズ1958年にはサンフランシスコに移転した。これは観客数の不振に悩むオーナーのホーレス・シー・ストーンハムが西海岸の球団増加を起とするウォルター・オーマリーの呼びかけに応じたものである。移転後しばらくはシールズ・スタジアムを本拠地として使用していたが、 小規模な球場にもかかわらず観客動員はニューヨーク時代を大きく上回った。1960年4月12日に新本拠地キャンドルスティックパークが完成した。1962年にはドジャースとのプレイオフを制してリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズでは再びヤンキースと対戦したが、本拠地サンフランシスコの天候不良で4日もブランクが開き、 リズムが狂ったのか最終戦で敗れて、世界一はならなかった。1960年代には、メイズのほか、打撃陣では、オーランド・セペタ、ウィリー・マッコビー、ボビー・ボンズ、投手陣では、ゲイ・ロード・ペリー、フアン・マリシャル等の好選手が現れ、また村上正則が、日本人初のメジャーリーガーとして1964年から2年間プレーしたが、しばらく優勝から遠ざかってしまう。 1965年から1968年まで、ドジャースやカージナルスに優勝を阻まれ、4年連続でリーグ2位。1969年には、東西地区制が導入され、ナショナルリーグ西地区所属となったが、この年も地区2位に終わっている。1971年には、初の地区優勝を飾るものの、リーグチャンピオンシップシリーズで、ピッツバーグパイレーツに敗れた。 1970年代の優勝はこれのみで、以降は負け越しのシーズンが多くなり、1980年代に入っても低迷が続くこととなる。1982年には、ボビーの息子、バリー・ボンズをドラフト指名したが、契約金で折り合わず、彼のジャイアンツデビューはしばらく先のこととなる。1985年には、チーム史上初めてシーズン100敗を記録してしまい、 前年に続き2年連続で畜細会に沈んでしまった。ライバルのドジャースとは対照的に低迷が続いたが、1986年にウィル・クラーク等が対等してくると復活の兆しを見せ、翌1987年のカージナルスとのリーグ、優勝決定戦では敗れたが、選手に自信が戻った。1989年には、オークランドアスレチックスとのベイブリッジシリーズが、 展開されたが、途中サンフランシスコ地方を襲った大地震により、10日間以上も中断されるハプニングが起こった。本拠地での仕切り直しの第3戦では救援活動に従事していた人たちが始球式を務めたが、4連敗を喫し、アスレチックスの軍門肉だった。バリー・ボンズ1993年にピッツバーグパイレーツから FA となっていたバリー・ボンズを獲得。 ゴッドファザーだったメイズを尊敬していた彼は背番号24を譲ってもらう意向だったがすでに永久欠番となっていたため受け入れられず父ボビーがつけていた背番号25をつけることとなったボンズは初のシーズン40本塁打を記録する当期待に違わぬ活躍を見せチームも当初は西地区を独走していたがブレーブスの追い上げを喰らいボンズは パイレーツ時代に続いてまたもブレーブスにワールドシリーズ出場を阻止されることとなる。ウィル・クラークとのコンビは同年限りで、彼がテキサス・レンジャーズに移籍したため1年で解消となったが、1997年にはジェフ・ケントとコンビを組み、コンスタントに成績を残す。そんなボンズの体格が突然巨大化したのは、本拠地をオラクル・パークに移した2000年シーズン以降で、 2001年シーズンはマーク・マグワイアのシーズン本塁打記録を破ったが、ドジャースとのその試合では打ち負け、またもワールドシリーズ進出はならなかった。新庄剛志が移籍した翌2002年シーズンは、ワイルドカードから久々にリーグ優勝した。チーム内ではその結が独尊的言動で浮いていた、ボンズとも好関係だった新庄は、日本人としては、 初のワールドシリーズ出場選手となったが、同じくワイルドカードから勝ち上がり出場したアナハイムエンゼルスに敗れた。その後も本塁打、死死球数を伸ばしていったボンズは2004年9月17日のサンディエゴパドレス戦でついにベーブルースの通算本塁打記録を抜いたが、薬物疑惑スキャンダルに見舞われることとなる。翌2005年には故障でシーズンの大半を欠場。 バリージトを迎えた2007年シーズンに、ハンク・アーロンのメジャー通算本塁打記録を破ることが注目され、8月7日に本拠地のワシントン・ナショナルズ戦でついに塗り替えた。しかし、この頃はメジャーリーグの中のシニアリーグと揶揄されるほど、恒例のベテランばかりのチームとなっていると指摘されるなど、2005年以降は3シーズン連続負け越し、 2007年にはついに三地生シーズンでは1996年以来11年ぶりとなる4位以下に落ちてしまった。また、シーズン中の9月21日には、年俸の高さ、チームの低迷、チームの若返りの方針などにより、来期以降のボンズとの契約を延長しない意思を彼に伝え、ジャイアンツを退団することとなった。ボンズの退団により、再スタートを切った2008年、 メジャー2年目となる、ティム・リンスカムが、防御率2.62、18勝5敗、265、脱三振という成績を収め、最多脱三振と、サイヤング賞に輝くなど、大ブレークを果たす。他にも、リンスカムと、同世代のマット・ケインや、パブロ・サンドバルなどの若手選手も、レギュラーとして、好成績を収めた。しかし、この年は72勝90敗と前連に続き、 負け越してしまった。2009年は、リンスカム、ケインを2枚看板とした、投手陣がリーグ2となるチーム防御率3.55を記録するなど、投手陣がチームを引っ張り、88勝74敗と5年ぶりに、勝ち越して、シーズンを終えることとなった。2010年は、新人王を獲得したバスターポージーの活躍や、 マディソン・バンガーナーの台頭などもあり、7年ぶりのナショナルリーグ西地区優勝、8年ぶりのワールドシリーズ進出を果たし、4勝1敗でテキサスレンジャーズを下して1954年以来56年ぶり6度目、サンフランシスコ移転後は初となるワールドシリーズ制覇を果たした。2011年はポージーの故障離脱もあり、西地区2位に終わり、ポストシーズン進出はならなかった。 2012年には、ポージーが開幕から復帰。6月13日には、ケインが、アストロズ戦で完全試合を達成。8月には、首位打者だったメルキー・カブレラが、禁止薬物使用の疑いで50試合出場停止となるも、ポージーが繰り上がりながら首位打者を獲得するなど、94勝68敗で、地区優勝。ディビジョンシリーズのレッツ戦。 リーグチャンピオンシップシリーズのカージナルス戦とも先に相手に王手をかけられたところからの3連勝でチーム22度目のリーグ優勝を果たした。デトロイトタイガースとのワールドシリーズではポストシーズンの勢いそのままに無傷の4連勝を飾り2年ぶり7度目のワールドシリーズチャンピオンとなった。ジャイアンツが4連勝でワールドシリーズ制覇をしたのは1954年の ニューヨークジャイアンツ時代以来、実に58年振りの出来事だった。2013年は、レギュラーシーズンでは、ロサンゼルスドジャースに地区優勝を許し、勝率も5年ぶりに5割を切るなど低調なシーズンだった。2014年もドジャースに地区優勝をさらわれるが、なんとかワイルドカード争いの2位を確保。敵地 PNC パークで行われたパイレーツとの、 ディビジョンシリーズ進出決定戦に勝ち、ディビジョンシリーズでは2年ぶりに東部地区を制覇したワシントンナショナルズにリーグチャンピオンシップシリーズでは中部地区を制覇し2年振りの顔合わせになったカージナルズにいずれも AT&T パークでの最終戦で決着をつけ2年ぶり23回目のリーグ優勝を果たした。ワールドシリーズではアメリカンリーグのワイルドカードから勝ち上がった カンザスシティロイヤルズと対戦し、4勝3敗で、球団史上8度目、過去5年間で3度目となる、ワールドチャンピオンになった。2015年はドジャースが負けても首位につけない時期があり、4月30日に行われたアトランタブレーブスとの第2戦から6月16日のインターリーグシアトルマリナーズ戦にかけてはホームで勝てず、ドロ沼の9連敗。 ニューヨークジャイアンツ時代以来75年ぶりにホームで9連敗を喫してしまった。9月29日の地元でのドジャース戦に敗れてドジャースに地区3連覇を許し西地区2位に終わり2011年以降2年続けてポストシーズンに出場できないというジンクスの打破はまたしてもならなかった。2016年は5月に月間21勝8敗の快進撃を見せるなど オールスターブレイクの7月10日時点においては、4月5月の2ヶ月間で35勝15敗のロケットスタートを見せ、最終的にこの年、メジャー最多の103勝を挙げたシカゴカブスをもしのぐメジャーベストの57勝33敗という成績をマークしていた。ところが、後半戦は一転して30勝42敗のスランプに陥り、一時は 最大8ゲーム差をつけていたドジャースに逆転を許し、地区4連覇を許してしまう。さらに、10月1日にポストシーズン進出を決めた、ニューヨークメッツに第1ワイルドカードの座も、奪われてしまった。それでも、シーズン最終戦となった10月2日の地元での、ドジャース戦に勝利し、第2ワイルドカードは確保。2年ぶりのポストシーズン進出を決めた。敵地指定フィールドで行われた。 ニューヨークメッツとのワイルドカードゲームでは0対0で、迎えた9回表に、コナーガレシピーの三ランで得た3点をバンガーナーが4、アンダーカンプーで守りきり、ディビジョンシリーズに進出。続く、シカゴカブスとのディビジョンシリーズは、敵地リグレイフィールドで連敗して、カブスに王手をかけられるも、本拠地に戻った第3戦では、延長13回にジョーパニックのサヨナラダで勝利を収め、 続く第4戦も、先発のマット・ムーアが8回まで、カブス打線から13進を奪い、2失点に抑える高騰を披露し、8回を終えて5から2とリード。このまま2勝を2敗のタイに持ち込んで、第5戦に望みをつなげるかと思われたが、悪夢は9回に待っていた。2番手のデレクロウが、クリス・ブライアントに、リフトへのヒットを打たれると3番手の14年目の、 ベテランハビエル・ロペスが3番のアンソニー・リゾにフォアボールを与える。4人目のセルジオ・ロモが無視1塁2塁の場面で4番のベンゾ・ブリストにレフトへのツーベースヒットを打たれこから3と1点を返される。5人目のウィル・スミスが代打のウィルソン・コントレラスにセンターへの2点タイムリーヒットで同点に追いつかれ、セーブ失敗となる。負の連鎖は止まらず。 無視一塁で6番ジェイソン・ヘイワードは、スミスの正面に転がるバント。一塁ランナーのコントレラスこそ、ホースアウトにするものの、ショートのブランドン・クロフォードがファーストへの悪送球で1、1、2塁と送りバントが成功したのと同じ状況に、してしまい、6人目のハンター・ストリック・ランドが、ハビエル・バイエズに、センター前ヒットを打たれ、系統ミスからカブスに、まさかの大逆転を喰らい、 5対6で敗戦。2010年以降、2年おきにワールドチャンピオンになるというジンクスもここで途切れることとなった。また、ジャイアンツは2012年のディビジョンシリーズ第3戦から2016年のディビジョンシリーズ第3戦まで、ポストシーズンで相手に王手をかけられた状況での試合、もしくは一発勝負での試合において、合計10連勝というメジャーリーグ記録を樹立していたが、 この記録も同時に途切れることになった。2017年は、エースのバムガーナーをはじめとする、投手陣に、故障や不調者が、相次ぎ2二桁勝利投手を一人も出すことができず、メジャーワーストタイの98敗を記録。2018年も低調な結果に終わり、2019年、限りで黄金時代を率いたブルース・ボーチー監督の退任が、発表されている。 2020年からゲイブキャプラーが監督に就任した。新型コロナウイルスの影響で試合数が60試合に減少される中、29勝31敗で西地区3位。今季の特別ルールで上位8チームがワイルドカードプレイオフへ進出できるが、中地区のミルウォーキーブルワーズと勝率483の ナリーグ8位で並ぶモブルワーズが中地区で19勝21敗、ジャイアンツは西地区で18勝22敗と対戦成績の差でブルワーズに軍配が上がり、プレーオフ進出はならなかった。2008年に設立され、53人が殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。